シナプスも式図3の作用も式図選択的セロトニン。再取り込み阻害薬とは、抗うつ薬の一種。シナプスにおける、セロトニンの再吸収に作用することでうつ、症状、病気としての不安の改善を目指す薬。2009年5月現在、日本国内で100万人以上が使用していると推定されている。旧来の3関係抗うつ薬は、副作用があり、医者、 または患者によっては敬遠されていたことから副作用を少なくより選択的に作用することを目的として開発された。肝毒性、心、血管副作用や鎮静作用、口括、便秘など抗コ,コリン作用が原因と思われる副作用は減少したが、セロトニン症候群、不活症候群、リり離脱症候群など従来の抗うつ剤ではあまり報告のなかった。 副作用が発生している。選択的とは、他の神経伝達物質に比べ、セロトニンの再取り込み阻害作用のみで、アセチルコリン受容体などは阻害しないこと、ノルアドレナリン対セロトニン、及びドーパミン対セロトニン比が大きいことを意味する。シナプス前ニューロンから放出された神経伝達物質セロトニンは、シナプス後ニューロンにあるセロトニン受容体に作用する。 シナプス感激に溜まったセロトニンはセロトニントランスポーターにより再取り込みされ再利用される。うつ状態にある人はシナプスにおけるセロトニンの濃度が低下しセロトニン受容体にセロトニンが作用しにくい状態となっているという仮説がある。スリーはセロトニンを放出するシナプスのセロトニントランスポーターに選択的に作用しセロトニン再取り込みを阻害する。 このことによって結果的にセロトニンの濃度がある程度高く維持される。抗うつ薬の販売者は自社製品を宣伝するためにセロトニンの欠乏によってうつ病が引き起こされており、選択的セロトニンサイトリコミソ外剤がこの欠乏を正常化するとして宣伝しているが、これは監督庁による製品情報や査読論文によって裏付けられていない比喩的な説明である。現在、 日本で発売されているスリーは、フルボキサミン、パローキセチン、セルトラリン、エスシタロプラムの4種類である。なおベンゾジアゼピン系、抗腐安薬などと違いそれぞれ、化学構造は大きく異なる。化学構造以外にも、セロトニン再取り込み阻害作用の選択性、各種需要対神和性のプロフィール、薬物代謝、血液中のタンパク結合、 副作用プロフィールなども異なっており、臨床上の使用法も異なるとされる。抗うつ薬治療効果も参照2つの臨床試験のメータ分析によって、うつ病の症例の大部分を占める継承から、中等度のうつ病に対するスリーの効果は、偽薬と比較して、わずか,かかあるいは全くない一方で、重度のうつ病でのスリーの効果は、臨床的に優位だということが見出された。 第2世代の抗うつ薬は有効、無効が等しいように見える。2008年認可されている4つの新しい抗うつ薬のアメリカ食品医薬品局に提出された35の臨床試験を結合したメタ分析が広く報道されたヒスリー抗うつ薬のネファゾドン、またスナリーのベンラファキシンを含む。具体的には軽症のうつ病に対して効果量が非常に小さく、 しかし重症度に伴って増加し、非常に重度のうつ病に対しては、臨床的な優位に達した。重症度と効果の間の関係は、医薬品の効果の増加よりも、重度のうつの患者での疑薬効果による緩和に、起因したと考えられる。この研究における統計上の基盤を疑問視する研究者もいたが、全結果を結合してデータを再分析しても、 ナイスの臨床的に優位な敷地を下回ることが見出されたは、この敷地を上回った。2010年のレビューも、継承から中等度のうつ病では、スリーの効果は、規約と比較して、非常に小さいか全くない一方で、非常に重度のうつ病においては、臨床的に優位であるとする結論に至った。こうした研究結果を受けて、日本うつ病学会による二0 1年の 診療ガイドラインでは、軽症の鬱病に対しては、必ずしも抗うつ薬は、第一選択ではないとされている。抗うつ薬議論も参照。スリー離脱症候群も参照2004年、カーディフ大学のデイビッド・ヒーリーによれば、選択的は、薬理学者と臨床医にとって意味が異なり、薬理学者にとっては、ノルアドレナリン系以外のすべての脳システムに、作用し得るもので、臨床医が、 脳の一箇所にだけ作用すると考えているとしたら、勘違いであると述べている。スリーの有効性についてはほぼ評価が確立していたが、2000年代後半には、プラセボよりは有効だが、従来考えられていたほどの効果ではないとして、再検討が行われてきた。スリーの多様で打つ症状が改善する率が3割ほど、ある一方、悪化する例が3割というように、スリーの反応性には、 個人差があることが指摘されている。不安や恐怖感を高める受容体の働きを抑え、抑うつ症状を改善させるスリーだが、人によっては衝動性を抑える受容体の働きも鈍くなると言われている。恐怖感がなくなり、さらに衝動性が高まることにより、攻撃的な行動に駆られるのではと考えられている。スリーは新薬である、神経症からうつ病まで幅広く作用する。 三関係や四関係など、従来の抗うつ薬に比べ副作用が少ないなどの背景から第一選択薬として選ぶ医療機関も多く多用される傾向にあるが、個人によっては強い副作用が出ることもある。特に飲み始めにより副用が逆効果になることもあり得る。服用においては、飲み始め、減薬、税薬、依存を含め、リスクと効果を見極めつつ、 個々の体質も含め慎重になされなければならない。副作用として、食欲不振や増加、体重増加、または減少、性欲異常などが比較的多く見られる。特にセロトニンの再吸収阻害作用が強くなるに従って、性機能副作用は増加する。抗うつ薬の中では、ツリーは取り扱いが楽であるが、双極性障害では、 想天のリスクがあり、単独での使用は推奨されていない。急に服薬を止めると、めまい、頭痛、幻聴など、気分や体調が悪くなることがあるので、重篤な副作用が起きた場合や装填した場合を除いて、勝手に服用をやめてはいけない。このことは、同罪の添付文書にも明記されており、投薬量の増減には、慎重な判断が必要である。 不活症候群という中枢神経刺激症状を呈することがあり注意が必要である。症状としては不安症相関、衝動性、不眠、自殺期となどがある。これらの症状にも個人差があり必ずしもスリーのみの抗うつ薬に現れるものではない。18歳以下の若年者に投与する場合には自殺燃料、自殺期と凶暴化の増加が報告されている。 この外作用は、スリーの適応であるうつ病や不安障害などの病態の進展との区別が難しいことから、その認識が遅れたが、プラセボを対象として用いる、ランダム化比較臨床試験成績から、その存在が明確になった。2009年、医薬効果を研究する、春大学のアービングカーシュ博士は、アメリカ食品医薬品局は、2006年の最新の、 データ解析で、プラシーボと比べて、スリーは24歳までのうつ病患者の自殺志向や、自殺行動のリスクを2倍に高めると結論を下したと述べている。24歳以上も同じだと思われるが、このデータ解析からはまだ結論が出ていない。しかし、米国では、FDA の警告以降に、若年者の自殺死者数が増加している。FDA 警告の結果、 若年者の抗うつ薬治療が少なくなり、結果として自殺者が増えたとすれば、かえって問題である。また、近年では、スリーの長期服用で前頭葉類似症候群が起こるという研究がなされている。米国の精神科医、ドクター・ J、ジェイ・ゼゼカは、スリーを長期に使用した場合、無気力、無関心、疲労感、精神的に鈍い感じが残る状態に陥ることがあるとした。 これらの症状は、スリーの長期間使用により、前頭葉や脳幹のノルアドレナリンやドーパミン活性が低下し、起こると考えられている。これらの症状が出たら、処方の変更が推奨される。セルトラリンは、弱いドーパミン再取り込み阻害作用も伴うため、前頭葉類似症候群は起こりにくいとされているが、これも個人差がある。 男女ともスリーの処方量が増えると自殺率は低下する。若年者への投与の減少により若年者の自殺率が増加している。睡眠障害により自殺率は上昇する。不安障害の併存により自殺率は上昇する。アルコールや物質依存により自殺率は上昇する。このように渡辺光一郎は述べている。1999年に起きた。 コロンバイン高校銃乱者事件では犯人である少年二人のうち、カズトは血液検査から大量のフルボキサミンを服用していたことが確定しており、もう一人も服用していた可能性が極めて濃厚と言われる。事件の被害者の一人は二人を強行に走らせた原因はツリーにあるとして制作元である会社を告訴したが裁判によって退けられた。2001年8月、 米国ではカリフォルニアの患者35人がパローキセチンの重篤な離脱反応で製造元の英国グラクソスミスクライン社を相手に集団訴訟を提訴した。この離脱反応は英国でも問題となり、同社は2003年6月に添付文書での離脱反応が生じるリスク予測を0.2%から一挙に25%に修正した。 FDA は2003年6月パロキセチンを18歳以下に使用しないよう勧告2004年10月には全抗うつ剤の添付文書に18歳以下での自殺傾向のリスクについて最も厳しい黒枠警告を行うよう指示した日本の厚労省は欧米の動きを受けて2003年8月パロキセチンを18歳以下の大うつ病性障害には近期とする 用添付文書を改定した。2012年7月2日、英国グラクソス,スミスクラインがパロキセチンなどの違法販売促進を認め、30億ドルという製薬業界史上最高額の支払いに合意したことを米司法省が発表した。日本においては、服用後に突然他人に暴力を振るうなど、攻撃性を増したり激光するなど、副作用と疑われる症例が、 2008年秋までの4年半に医薬品医療機器総合機構に42件寄せられており、使用の際注意を促しているが、スリーの副作用は海外でも報告されており、氷山の一角であるとされる。2009年6月1日に放送された、クローズアップ現代抗うつ薬の資格転換、迫られるうつ病治療でスリーの不適切な投与により、 障害行為に及んだ患者が医療鑑定でスリーの影響があると認められた事例が報告された。これは薬害であるがスリーの知識に乏しい医師がスリー副薬量の急激な増減が危険であることを知らずに患者の体調報告に合わせて頻繁に投薬量の増減を繰り返していたことも一、要因であるとされた。また、この薬はパニック障害で服用した場合、 飲み始めてからきちんとした効果が出るまでに2週間前後の時間を必要とするので注意が必要である。また、服用によって逆に精神のバランスを崩す可能性もあるので経過観察には注意を要する。うつ病が20世紀になって増加しているが、スリーの普及時を1にする。スリーという薬価が高いうつ病の薬が販売されると世界各国で のきなみうつ病患者が増え、その背景には、製薬会社の病気検電キャンペーンが影響している。スリーの導入後、6年間でうつ病の患者が2倍に増えるという経験則がある。2013年、日本の厚生労働省は、大うつ病性障害に対し、18歳未満に投与しても、効果を確認できなかったとして、添付文書を改定し、 医師に慎重な投与を求める、要日本製薬団体連合会に要請した。対象は、レクサプロ、ジェイゾロフト、ルボックス、デプロメール、他は、スナリーガニ製品、ナッサガニ製品の、K8 製品である。日本鬱病学会は、樋口照彦委員長とする、抗鬱薬の適正使用に関する委員会を発足させ、2009年4月17日に、 第一回委員会を開催した。その後、同学会は、抗うつ薬の適切な使い方について、うつ病患者様及びご家族へのメッセージを発表した。これは、同委員会での結論が出る前に、現時点で患者や患者の両親などに知っておいてもらいたいことをまとめたものである。一般名という形式で具体的薬剤を列挙する。うつ病の場合、 ついたちの最大処方量は 150mg まで。ただし、効果不十分の場合、長気の吹きにより 300mg まで増量できる。うつ病の場合、ついたちの最大処方量は 40mg まで。ただし、効果不十分の場合、長気の吹きにより 60mg まで増量できる。うつ病の場合、ついたちの最大処方量は 100mg まで。ただし、 効果不十分の場合、長期の吹きにより 200mg まで増量できる。副作用は他の3に比べて弱いが、効き方も弱いので、双極性障害の治療に 50mg 程度使われることが多い。ありがとうございます。